皆さん、おはようございます。ただいまから、令和元年、伊豆新会9月定例会を再開いたします。本日の出席委員は16名であります。定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手元に配布の通りであります。日程に基づき、一般質問を行います。今回は、11名の議員より通告されておりますので、本日と明日、明後日の3日間で行います。質問の順序は、配布資料に記載した通りで、した順序となります。本日は発言順序1番の森喜雄議員から、発言順序5番の杉山拓司議員まで行います。これより順次質問を許します。最初に15番森喜雄議員。15番森喜雄です。今日はたくさんの傍聴の皆さんがいらしてね、私も頑張んなきゃなという気があります。ただね、前回の傍聴者質が悪かったですね。私思わずね、怒鳴っちゃったですよ、うるせえって、まあ特定の方を応援する傍聴者だったと思いますけど、まあ今日はどうも修善寺地区の皆さんでね、そうそうとある方々ばっかりです。特に伊豆市のね、福祉にはご関心のある方ばっかりだと思います。つい最近発表されたのはね、長泉だ、三島だ、関南だ、こういうところは住みよい町だというふうにコンピューターが弾き出したんですね。残念ながら伊豆市の名前は出てきませんでした。そりゃそうですよ、ね、200億円でゴミ焼却場を作ると。私は なんで200億円もかかるのかなと思って今調べてる最中なんですけどね、でも落札率は 99% ぐらいだそうですよ。まあ、もっともこの議員さんの中に落札率なんて一体何人理解するかですね。だいたい入札は地方自治法にのっとってやるんだけど、ここの皆さんの大半は建設担保だなんてやってるんだからね、伊豆市はうまくいくわけがない。はい、森議員、一般質問お願いいたします。一般質問で出だしなんだよ。出だしに書いてありませんので。ねえ、傍聴者の皆さん、市民の皆さん、全国の皆さん、これが伊豆市議会なの。全協での約束事でございますので、ね、よろしくお願いします。一般質問をお願いします。あなたね、そういうこと言うんだったら全員に言いなさいよ。書いてないことは言うなって。そう取り決めましたので、いいですか、お願いいたします。他の議員の皆さんもね、書いてないことは言っちゃいかんですよ。それが取り決めだってんだから。それじゃあ15番森喜雄を一般質問に入ります。一言、またちょっと関係ないけどね、なぜ私が一番なのかって。優秀だからじゃないんですね。くじ引きで決まったんです。これだけはね、市民の皆さんに理解していてください。それでは一般質問に入ります。防犯カメラ、防犯カメラについては毎回質問させていただいております。6月議会からでも防犯カメラについては大きく変化しています。進化しています。防犯カメラは日々進歩しています。6月の質問からでも防犯カメラの一層の進化が、変化が伺えます。市長は防犯カメラの導入には消極的なようですが、防犯カメラには犯罪の抑止力に大きな効果があります。犯罪抑止力に大きな効果があることについて、その抑止力は半端ではありません。市長はどう考えますか、お聞きしたい。ぜひこの辺ね、市長さんお答えください。総務部長は防犯カメラが、カメラを市が設置することはないと言っています。それでは今でも市長の考えも同じですか、伺いたい。防犯カメラなくしては犯罪捜査も成り立たなくなっています。市長はどう考えますか、同意できますか。防犯カメラの防犯効果は
犯罪捜査の上でも、犯罪防止効果としても、抑止力は大きな効果を発揮しています。7月には防犯カメラの抑止力の網が、その効果とともに報じられました。今年上半期、1月から6月の刑法犯認知件数が17年間連続で減少していることを報じています。防犯カメラの整備で、街頭犯罪は割に合わない犯罪と言われるようになりました。7月に発生した福岡県での殺人事件でも、防犯カメラから犯人逮捕に至ったことが報じられています。市長は、まだ防犯カメラの設置には否定的ですか？伺います。次、鹿野川の水質。これもね、ちょっと、この質問書には書いてないんですけどね、皆さんね、ぜひね、修善寺橋の上からね、下を覗いていただきたい。大人橋の上からでも結構です。泡が流れてるんですね。数年前までは、修善寺橋の上から下を見た鹿野川の、本当に清流ですよね。透き通って見えました。残念ながら今は透き通って見えません。鹿野川の水質の悪化について質問します。鹿野川の水質悪化が進行しています。驚くほどの悪化です。以前は修善寺橋から眺めた水質の悪化を問題にしましたが、同様の水質の悪化が大人橋でも見られるようになりました。大人橋から鹿野川を眺めるときれいな水の流れを見ることができました。ところが今では、鹿野川の流れは異様な泡が浮かんで流れています。その泡は、あそこから上流側を見るとね、松下の瀬ってところが見えるんですね。その泡は遥かな松下の瀬付近から見えています。水質検査は実施しているということですが、最近の水質検査の状況はいかがですか。水質の悪化を示す排水検査の数値はありませんか。修善寺橋の上から水面を見てください。以前は透明で藍もよく見えました。今、橋の上から覗いた鹿野川の水には透明感がありません。水質汚濁の原因を調べる考えはありませんか。鹿野川の水質を改善する考えはありませんか。ね、市長も、それから職員、幹部諸君もね、ぜひね、一度、修善寺橋の上から下を覗いていただきたい。いかに水質が悪化しているかです。関野川の管理はどこがしていますか。関野川を関野橋から下流方向を見ると、河原に採石の山が見えます。建設部は承知していると思いますが、いかがですか。西日本豪雨以来、河川の流れを妨げる樹木などの障害物の撤去が進められています。この川の河川の管理責任は伊豆市にあると思いますが、いかがですか。この採石の山を築くのに伊豆市は関与していますか。採石の山を築くにあたり相談を受けていますか。それとも誰かが勝手に採石を投入したのでしょうか。土石流の危険もあると思いますが、今後の市の考えを伺いたい。次、働き方改革。今、世を挙げて働き方改革です。IT 革命の話を聞けば大半は働き方改革です。働き方改革では、職員の採用も大きな問題になっています。伊豆市では、市職員の働き方改革をどのように捉えていますか。今もう、IT 関係は優秀な職員の奪い合いですね。中には3000万、4000万出すと。こんなところもあるんですね。
1000万円台はもうザラですよ。優秀な技術者を確保しない限り企業の発展はありません。当然伊豆市の発展もないでしょう。伊豆市では市役所の職員の働き方改革をどのように捉えていますか。市長の働き方改革についての考えを伺いたい。クラウド化も働き方改革の一つだと思います。伊豆市の電算機のクラウド化について伺います。すでにクラウドの導入は進められているとも伺いますが、クラウド化の現状と今後のクラウド化の計画状況はいかがですか。予定はいかがですか、伺いたい。三島市、伊豆市及び伊豆の国市の電算センターは今年度にクラウド化の計画が進められています。この電算センターでは大きく68の業務があります。伊豆市では68の業務のうち53業務を電算センターで処理しています。すなわち15業務は伊豆市で処理しているのです。この辺は間違いありませんね。確認したい。ぜひね、細かく確認していただきたい。戸籍民計、戸籍不婚データのバックアップ、要介護認定支援、介護認定の公平性、事務の効率化、特定健診システム、特定健診の健診結果の入力、受診管理、上下水道の窓口業務、健診業務、調停業務、口座振替業務、収納業務管理、農家台帳、障害者福祉業務、水道企業会計に関する財務会計管理、土木積算管理、農林土木積算管理、図書館予約システム、農林土木積算システム、図書館予約システム、施設予約管理、実験管理、総合行政ネットワークシステム、以上15業務が伊豆市独自のシステムで処理していると理解してよろしいでしょうか。なかなかこれ理解できないんですよね。後でよろしく教えてください。この15業務を三島、伊豆市及び伊豆の国市電算センター協議会のシステムに、伊豆市のシステムを移行する考えはありませんか。一件ごとでもやるつもりはありませんか。これら15システムは伊豆市の電算センターで処理されていると思いますが、すでにクラウド化されているのもあると思います。どれがクラウド化されているのか伺います。これら15システムはそれぞれどのくらいの費用がかかっていますか、伺います。伊豆市の電算システムの予算は1億5000万ぐらいだと思います。3市の電算センターへの分担金は約1億円です。伊豆市独自の電算センターの費用はおよそ5000万円です。この質問の根拠はね、これを3市の電算センターへ移行できれば、この5000万円は3市が負担するんだろうと考えられるからなんですね。お金がない、お金がないと言いながら、ここは大きな財源ですよ。それが質問の根拠です。この15業務が3市の電算センターへ移行できれば、5000万円の節約ができると考えますが、いかがでしょうか。当局の考えを伺います。システム的な障害は考える必要はありません。移行できない理由を考えて、これなんでシステム的な移行を考えなくていいかと言ったらね、今のコンピューターは、コンピューターが考えてくれるんですよね。このシステムは違いますよ。こうやればできますよと。それが今のコンピューターなんです。大容量、高速のクラウドがね、教えてくれます。システム的な障害はシステム的に解決できます。システム的な障害はシステムの改良で克服できます。システムは改良を待っています。要はやる気だと思いますが、いかがですか。市長の考えを伺いたい。次、フロアマネージャー。伊豆市役所では来訪者の案内をするために、入り口に案内者、すなわちフロアマネージャーと呼ばれる洒落た名称の案内がいます。1時間交代で案内業務についているとのことですが、高級の職員がたとえ1時間といえどももったいないと思います。
ホテルの案内係をロボット化しているところもあるようです。人材不足が社会問題になっている時です。高級の職員を配置するのももったいない、もったいないように思います。フロアマネージャーのロボット化を考えてはいかがでしょうか。話題性もあると思いますが、いかがでしょうか。次、花火。新聞報道によると、伊豆市は土肥と修善寺の温泉場の花火大会で花火を打ち上げたそうですが、事実ですか。伊豆市はお金がないと言ってますが、お金はどのように出てきたのでしょうか。お金の捻出先を伺います。花火の内容を伺います。それぞれどの程度の花火を何発打ち上げましたか。それぞれ費用はいくらでしたか。花火の効果はどうでしたか。花火は誰に対して打ち上げたのですか。以上です。ただいまの森輸送議員の質問に対し答弁を求めます。秘書。はい、秘書。皆さんおはようございます。防犯カメラについて総務部長に答弁をさせます。はい、総務部長。はい、秘書。おはようございます。森議員の防犯カメラについてですが、毎回同じ答弁の繰り返しとなってしまいますが、防犯カメラについて全く必要がないというふうには考えておりません。防犯カメラによります、犯罪の抑止力という観点では有効と考えておりまして、すでに市でも市の公共施設、こちらの管理に必要なところにつきましては何機かを設置しております。またその設置箇所についてはこれまでも答弁させていただいている通りです。プライバシーの問題も当然ございますので、これまでの答弁と同じようにその地域ぐるみで、ご要望等ございましたら、他市でも若干やっているようです。補助制度など研究をしていきたいということでございます。以上です。はい、再質問ありますか。はい、15番、森芳生議員。今までと全く同じ考え方なんですよ。設置してあるっておっしゃってるんですけどね。駅に5台設置してあるだけ。あとは民間で何台か設置してるでしょ。間違いないですね、総務部長。市長もそうですよ。今ね、市長は今までね、警察と相談してるっていうようなことをおっしゃってますけどね、警察とも連携しているようだったら、どの部分と連携しているのか伺いたい。はい、答弁願います。はい、総務部長。はい、防犯カメラ自体についての協議というのは、具体的にはしてございません。はい、再質問ありますか。はい、森芳生議員。具体的にしてないって何ですか、今まで。何回僕は同じこと質問してるんですか。やってないんじゃないですか、じゃあ。私、なんでこんな警察のどこと質問し、話し合ってるのか聞きたいっていうのが、市長は警察と話してるっていうから、じゃあ誰と話してるのかね。刑事課なのか、地域課なのか、交通課なのか、それとも所長クラスと話してるのか、そういうのを聞きたいなと思って。聞いたらそこ行ってね、どういう考えなのか聞いてくようと思ってからこれ質問してるんですよ。ところが前回の話ではね、地域でやってほしいというようなことを言ってるけど、地域には話してないんでしょ？地域づくり協議体とか区に対して、防犯カメラ設置考えてくださいよなんてこと何も言ってないわけだ。いまだに言ってませんか。答えてください。はい、答弁願います。秘書。私が警察との意見交換ということを申し上げましたのは、寸津線、活性化協議会の中で、自転車盗難については駅にカメラを設置していただいたところは効果が上がっているという警察署長の発言をここに引用してですね、そういったことも検討としてはあり得るということを申し上げた次第です。ちなみに昨年35回タウンミーティングを行いました。1箇所で、場所は申し上げませんけれども、カメラの設置の要望があったのは防犯ではなくて、
まあ、あの認知症対策であの行方不明になる高齢の方がいらっしゃるのでつけたらどうかというご意見がございましたけれども、その後、まあ、すぐに役員の方が来られてですね、あの特段打ちは必要がないからということで、約800人の皆さんのタウンミーティングの発言の中では防犯の観点からのカメラの設置という要望はございませんでした。一切質問、森義雄議員。まあ、やっと所長が話したってことですね。駅の駐輪場に防犯カメラを設置したらというような話があった。それはもうまあ何回も聞いてんですよ。ね、駅って言ったら修善寺駅でしょ。まあ牧野駅かもしれませんけど。修善寺駅に防犯カメラ、あの駐輪場には設置してませんけど、誰もやる気ないんですか？市は考えてません？まあ、当然考えてはいないと思うけどね。やるんだったら、大人駅は当然伊沢骨がつけてると思います。はい、伊沢骨に言いましたか？あそこで防犯カメラつけたらって伺います。はい、答弁願います。はい、建設部長。まあ、修善寺駅のですね、西口にの駐輪場が、まあ、ありますけど、そこについては伊豆箱根と土地の使用の、賃貸の契約をしております。でその中で一応そこの管理、例えばフェンスとか舗装とか壊れたところは市が直しなさい、他については、日常的な維持管理というのは公というのは伊豆箱根ですけど、ここも協力しますというような契約を結んでいるところでございます。でこの辺の中でですね、一応そこの駐輪場には、お願いという、 こう看板があるんですけど、その中に、まあ、ここの駐輪場は電車を利用していただくお客様のためということを伊豆箱根と大人警察署の名前で書いてあるものですから、今そこでですね、そういうことで伊豆箱根の方とは協議に入っております。まずここをどういう管理をしていくかというところで興味入っているものですから、その中で、まあ、防犯カメラどうするかというのは今後の話になりますけど、まずそこの協議を今行っているところです。はい、再質問ありますか？森由翔議員。はい、じゃあ協議しているというふうに理解していいですね。駐輪場というのはね、意外とね、犯罪の温床というのかね、以前、もう10年だか20年前になりましたけども、高校生の、まあ、騒ぎがあったんですよね。発端はこの駐輪場ですよ。まあ、以前、その頃の駐輪場とはだいぶ様子が違いますけどね、ぜひね、駐輪場、人が集まるところですからね、考えていただきたい。大人駅にはもう、嘘か誠か知りませんけど、防犯カメラ設置って書いてありますよ。ところでね、全くね、いわゆる防犯カメラの進化ということをね、考えてないんだね。市長に聞きますけどね、リレー方式ってご存知ですか？伺いたい。はい、答弁願います。市長。承知しておりません。はい、森岩城議員。まあね、承知してないって言ったんだね。こういうのはね、馬の耳に念仏ってんですよ。知らない人に何言ったってダメなんですね。最近の犯罪はリレー方式ってのは、要はリレーの防犯カメラがずっと並んでて、リレーのようにそこから犯罪を追跡していくってことなんです、ね、リレー方式で犯罪者を追い詰めると。この間もう逃げ切れないって自首してきた人いるでしょ。あれがまさにリレー方式なんですよ。日本全国どこ行ったって、防犯カメラで追い詰められちゃう、ね、もう時代変わってんですよ。ところがね、我々の街は変わってませんよね。例えばここから熊坂までずっと歩いてる、まあ、大体皆さん旧道を歩いてるんですね。今この時間表へ出てる人はほとんどいないでしょ。だけど、ねえ、若い女性が一人で歩いてるなんてことはあるんですよ。
下坂の方はご存知かどうか知りませんけどね、やっぱ不審者が出てきたっていうような情報はね、あるんです。こういうのをね、やっぱり防止するには、まあね、ウルーノでは、まあ、区長さんが軽トラに乗って街を巡回してたというけど、まあ今やってないようですね。24時間360日、監視の目を働かせてくれるのが防犯カメラなんですね。伊豆市の安全、安心安全をね、伊豆市の安心安全の街づくりを考えるんだったら、やはり私は必要だと思いますよ。市長はよくね、タウンミーティング35箇所でやったと。うん。まあ、どういう方が出てきたのか知りませんけどね。まあ、おそらくタウンミーティング出てくるような人は、歩いてなんか通りませんよ。まあ、マイカーをお持ちの方でしょう。しかし、私の言ってるのはね、小中学生だ。ね。そういう、自分の足で歩かなきゃならない人のためにね、防犯カメラを設置したらと。もう、プライバシーだなんて言ってる時代じゃないんですね。ここで何度も言ってますけどね、成田行ってごらんなさいよ。もうみんな、入国審査、審査はもう、カメラの前素通りするだけでいいでしょ。このまま言ったことあるんですけどね、僕は反抗してほしいって言ったら、反抗してくれましたよ。うん、まあそういうね、カメラでもってもう入国審査する、そういう時代になっちゃったんですね。ほんでまあリレー方式もご存じないようでね、これ困りますね。要は町によってはね、1700台かな、犯罪が起きた時に警察で使ってくれといわゆるデータをね出した町もあるんです。ぜひね、そういう町にしてもらいたいと思います。まあ、なんか言っても分かんないから、また次回質問しますんでね、よろしくお願いします。神奈川の水質の悪化についてね、お伺いします。これ私はじ、これも私は初めての質問じゃないんですね。まあ、この後、西村さんも。森議員、1問目が終わったということで、2問目の答弁を受けてからの質問でお願いします。それでは、神奈川の水質の悪化についての答弁を求めます。市長。以上。市民部長に答弁させます。はい、市民部長。神奈川の水質に関しましては、国土交通省、州部地方整備局、河川部長を会長といたしまして、沼津河川国道事務所が事務局を担っております。まあ、その他にも、静岡県、流域市町で構成しております神奈川水系水質汚濁対策連絡協議会におきまして、議員がおっしゃる、大人橋を調査地点として水質調査を行っております。平成30年度の、大人橋の調査結果につきましては、水質が、まあ、良いとされる AA から悪いとされる E7 段階での、水質汚濁に関わる環境基準の類型、その部分において、大人橋については A という結果が出ております。また、過去10年の、環境基準類型データ、発表されているデータでございますが、それを見ましても A という結果を確認をさせていただいております。次に、原因という部分でございますが、過去か今申した通り、過去10年、過去から現在までの水質の調査の結果、これをか、確認したところ、特に目立った水質の悪化を示すデータが、確認されておりません。改めて水質汚濁の原因について調査するという部分は今のところ、予定はございません。で、水質を改善する考えという部分につきましては、今後とも下水道への接続、単独浄化槽から合併処理浄化槽への転換、そのような部分につきまして、広報を通じまして、住民の皆様、市民の皆様に、環境の部分、そういった部分を、意識を高めてまいりたいというふうに考えております。
はい、再質問ありますか、はい、森井義雄議員。まあ、今のお話聞いてね、がっかりするんですけどね、私たちの町は観光の町だって言いながらね、この観光、環境の悪化はね、目を覆うばかりですね。市長、それから市民部長、できたら副市長もお聞きしたいけど、皆さん、修善寺橋の上から下見ました？この質問を受けて。はい、答弁求めます。はい、市長。私は市内をいろんなところもありますので、その都度川というものは、ほとんど毎日のように視野に入っておりますし、修善寺橋は再三見下ろしております。はい、再質問ありますか。ね、傍聴者の皆さんね、答えさせないんです。上から見たというんだったらね、泡見えたでしょ。市民部長も答えてください。泡見えませんでした。はい、答弁求めます。はい、市民部長。はい、私も庁舎周辺から見させて、見ております。また、修善寺橋の部分からも見させておりますが、泡という部分についてはちょっと確認はしておりません。はい、再質問ありますか、森義雄議員。私、目が悪いのかね、泡が見えちゃうんだよね。今年、大型免許返上しちゃったんですけどね、目が悪いんですね、やっぱりね。と言いながら、裸眼で橋の上から泡見えますよ。ぜひね、確認してください。それでね、見えるか見えないか、時間的な問題もあるんですね。やっぱり、何箇所か定点を決めて、時間を決めて、ね、時間が分からなかったら24時間、1時間ごとにチェックするとかね、そういう調査方法だってあるんですから、水質の悪化について調査しようとする気はありますか、どうか伺いたい。はい、答弁願います。はい、市民部長。先ほども申した通り、水質検査の結果、水質を悪化するデータは確認されておりません。国交省がやっている部分については確認されておりません。その他にも、伊豆市で、他の団体が実施しております水質検査の結果についても、特段の悪化の示す数値は見られておりませんので、今のところ、再調査、原因究明という部分には、考えはございません。はい、再質問ありますか、森友将議員。国交省がやってるって、国交省がやってるのは大人橋だけでしょ。私が言ってるのは、大人橋から上流側、いいですよ、修善寺橋から上流でも構いませんよ。ね、伊豆市がこの水質の管理は、伊豆市はやる気あるんですか、ないんですか。はい、答弁願います、市民部長。先ほど申した通り、伊豆市におきましてもという言い方をしましたけれども、伊豆市が加盟しております鹿野川水系水質保全協議会、前の議会でも確かこの名前を団体を出させていただきましたが、その伊豆支部、伊豆市、伊豆の国市、神奈美町が、水質検査を実施しております。採水場所につきましては、船原橋、宮田橋、湯川橋、小川橋で、大人橋、熊坂橋、その6箇所を実施しておりまして、いずれも過去のデータ、水質悪化を示すデータは確認されておりません。はい、再質問ありますか、森義雄議員。確認してませんってね、その水質検査はデタラメですよ。はっきり言わせてもらう。市長、笑い事じゃないからね。私は水質一種の公害防止管理者の資格を持ってるんですよ。どういう水質検査をするかぐらいはね、自分らで考えてくださいよ。現に、いいですか、傍聴者の皆さんね、ぜひ修善寺橋の方から下見てください。泡が見えるんですよ、ね。例えば、ここから見て、鏡川の水が溜まっているところにはもう泡が滞留しちゃってる。本流側はおそらく流れてる時も流れてない時もあるでしょう。いいですか、泡が浮いてるとか濁ってるかというのも水質検査の1項目ですからね。私から言わせれば全然やってないんじゃないかと言いたいですよ。
今までの結果はいいですよ。今日からでもやってくれないですか。はい、答弁求めます。はい、市民部長。はい、関係する団体、国交省、また伊豆市、また下流の、伊豆の国市、函南町で構成する、団体等でも、先ほど申した通り水質検査は実施していると。でその水質検査の内容についても、環境基準、生活環境の保全に関する環境基準に合わせて、水質調査を実施しております。はい、再質問、森吉郎議員。それ伊豆市がやってんでしょ。誰がやってんのか。いわゆる修善寺橋から上流側ですよ。でそこには泡とかなんかは入ってないんですか。透明度なんてのは入ってないんですか。伺います。はい、答弁願います。はい、市民部長。環境基準の中で水質を調べる項目、その部分については、議員もご存知かと思いますが、水素イオン濃度、pH、その他に 生物化学的酸素要求量、これ BOD、で浮遊物質質量、その部分 SS という部分を調査しております。また、溶存酸素量 DO という部分について、伊豆市が業者に委託、いや、まあ、先ほど申した水質、神奈川水質保全協議会、伊豆支部が業者にお願いをさせていただいて、調査を実施しております。はい、再質問ありますか。森吉郎議員。やっとね。いいですか。やっと伊豆市がやってまして、教えてくれたよ。ぜひね、表面上の汚れなんかも、ね、見てくださいよ。SS もやってるわね、美容でもやってるってんだったらね。ダクトが、いわゆる濁りが あるってんだったら、どうぞ変化してるはずなんですね。そういうのを見てくださいよ、経年的にグラフ上でプロットすればね、分かるはずなんですね。それからもう今日から、今から、泡ぐらい止めてください。まあ、時間がないからね、言いますけどね。まあ、これについては西島議員もやると思いますけどね、例えばパールタウンの排水溝、それから伊豆市のね、何か所か処理場がありますよね、いわゆる汚水を処理しているところですね。だから中伊豆にもあるでしょう、柏久保にもありますよね、それから門野にもありますね、それから大量の温泉水を排水する沈んじの温泉場、この辺のね、排出口の水質を調べたらどうかと思うんですけどね、いわゆる先ほどから言っている場所を決めて水質を調べなさいと、そういう気はありませんか。はい、答弁願います。はい、市民部長。場所を決めてという部分、先ほど申した部分については、2つの団体で調べている調査地点でございますが、その他にも、伊豆市として、環境、まあ、環境の部分で比叡川の部分とか、大見川、地蔵堂川、日奴川、そういった部分について伊豆市としても調査しておりまして、そういった部分については、環境基準の類型に合わせて A という基準をクリアしております。ですので他の、施設の部分、その部分については、行政的に管理している部分、その部分については排出する基準は、全て、市で、管理しておりますので、その部分は、クリアしているものというふうに思います。はい、再質問ありますか。森吉郎議員。ここについてはね、これでやめますけどね、もう今日からでもいいからね、ぜひ修善寺橋の上から下覗いて記録取ってくださいよ、ね、今日は泡浮いてませんでした、今日は鮎が見えました、それだけでもいいんです。あ、言っとくけどね、伊豆市は何にも記録取ってないんだよね。例えばこれからやる入り口のフロアマネージャーの人って、ね、どんなお客さんが何をできたかなんて記録取ってないでしょう、ね。まあ今まで言ってた奄美の
なんかどっかから来たおじさんちが調べ電話案内してるけど、どんなどっからどんな電話が来たかなんて、そういう記録も取ってないんだよ。記録取ってないとデータとしてはね、残んないですよ。だこの水質もそうですね。記録取ってください。何月何日どこで、それもできればね、定点で定時に、ね、記録を取る本質ですよ。定点で定時に。水質検査なんてのは24時間、1時間おきに見るとかね、そういうことはね、やんないと分かんないですよ。例えば、自然に言うたんですかね、言うから、やめるけど、この、今、中会津だ、柏久保だ、角野だっていうことを言いましたけどね、ここをね、ここで、処理場の場内を洗浄した汚水をそのまま流してるんじゃないかということも考えられるんですよ。ね、だから、やはりある24時間のうちの、例えばお昼の12時だけ調べたってね、これは水質なんてのは分かんないです。水質検査はどういうふうにするかなんてね、やはり、24時間ね、1日何回か決めて、ちゃんと検査して、記録を取っておくと。それで初めてね、どのぐらい水質が悪化しているかっていうのが分かるはずです。50分。じゃあ次に移ります。はい。はい。検察部長。うちの方に下水道と農業集落排水事業の処理場が、全部7箇所あります。市内に。その中で、それは水質汚濁防止法というのに基づきまして、健康に害する恐れがある有害物質、それと生活環境に被害の恐れがある生活環境項目という水質検査を行っております。で、生活環境項目につきましては月1回、処理場から出るところで取っております。で、有害物質につきましては年1回で、生活環境につきましては14項目の検査を行いまして、有害物質につきましては年1回につきましては30項目の検査を行いまして、すべて異常なしという結果で、データはしっかり持っておりますので、はい、以上です。はい、はい、時間管理順番でよろしいですか。はい、関野川の管理はどこがしていますか。はい、答弁願います。市長、建設部長に。はい、建設部長。関野川はですね、市が管理する巡洋河川になります。ご指摘いただきました、関野川の関野橋下流側を確認しましたが、採石の、堆積等は見当たりませんでした。多分議員のおっしゃる場所は関野橋から上流天神橋でありますけど、その下流の箇所だと思われます。そこの採石につきましては、河川区域外の民地部に控えたものでありますので、市としては関与しておりません。また問題もないと考えております。以上です。はい、再質問ありますか。はい、森尾将議員。橋の名前を間違ったんだったらまた質問しますからいいですけどね。今市が関与しないとおっしゃってましたけどね、そんなことは僕はありえないと思うんですね。よく調べてください。すぐに送ってください。はい、次、働き方改革、答弁願います。市長。総務省。はい、総務省。はい、市長。働き方改革のまずクラウド化の現状と計画ということですが、伊豆市のクラウド化の現状につきましては、現在電算センター協議会の業務のうち財務会計と人事給与システムをすでにクラウド化しております。今年度中に新たに37の基幹業務をクラウド化する予定です。で、伊豆市単独業務は議員おっしゃる通り15業務で、またこの15業務につきまして電算センターに移行したら経費が安くなるということですが、
現在この15業務について市が単独で負担している経費が約年間で3100万円になります。仮にこれを電算センターに移行してもこの実費負担分につきましては何ら変わりませんので、移行したからといって経費説明につながるものではございません。以上です。はい、再質問ありますか。はい、森吉議員。これもね、一つずつまた時間かけてやりたいと思いますけどね、一つ今日は傍聴さんいっぱいいる、傍聴の皆さんがいっぱいいるもんでね、どのぐらい伊豆市の皆さんがね、電算機で余分に経費負担してるかですよ。三島市はね、723円。伊豆市は2082円。伊豆の国市は1424円。このぐらい市民負担に差があるんです。いいですか。予算書を見たらね、伊豆市の負担、電算円の予算は 1億5000万のうち、伊豆市の分は5000万ぐらいやってるんじゃないですか。まあ、もう時間切れだってことで、これでやめますけどね。そのぐらい、私いつも言ってるよね、約2、3倍、三島市からの市民との負担に違いがあるんですよ。こういうのは三島市の住みよさにね、遅れを取ってるんじゃないかと思いますんでね、ぜひ、正確なデータを取ってね、移行できるように。今のコンピューターは、コンピューターがどん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 改良してくれますんで、ね、何も心配することない。時間の切れなんですね。じゃあ、あと2つ、答えだけ出してください。時間切れですので、これで森吉議員の質問を終了いたします。なんで答えてないのも2つあるじゃないですか。だって、時間内に答弁求めなかったから、ルールです。発言不自じゃありません、ルールです。だって時間がもう終わったじゃないですか。暫時休憩いたします。それでは休憩を閉じ、会議を再開いたします。先ほど議会運営会を開催いたしましたので、その結果について議員の委員長、この辺が順次議員報告願います。11番、小永谷淳二です。ただいま開催した議会運営委員会での決定について報告をさせていただきます。一般質問の持ち時間というのは30分ルールとなっており、守っていただきたいとは思っておりますが、もうすでに通告してあるフロアマネージャーと花火については市民も関心があるという判断に至りましたので、答弁のみ当局から行っていただき、再質問はなしということで、議事の方を進めていただきたいと思いますので、そういう結果になりましたから報告させていただきます。はい、今後の取り扱いについては、議会運営会及び議会改革検討委員会等で、またご検討をお願いしたいと思います。それでは答弁を求めます。まずフロアマネージャーについてから、市長、答弁を願います。フロアマネージャーについては、そうか、一つずつですね、総務部長に答弁をさせます。はい、総務部長。はい、一緒。フロアマネージャーのロボット化についてのご質問ですが、現在、ロボット化は検討しておりません。今は職員が直接ご案内することが、市民サービスと、また職員の人材育成の一環と考えております。以上です。はい。次に、花火について答弁願います。市長。はい、議長。産業部長に答弁をさせます。産業部長。はい、部長。それでは花火につきまして答弁をさせていただきます。この花火につきましては、東京2020大会開催1年前であることから、市民に向けての、機運醸成、伊豆市が、東京2020大会開催地であることを、PR するため、自転車と伊豆推進協議会が実施をいたしました。まず費用負担でございますが、自転車と伊豆推進協議会が、花火大会の開催者であります、伊豆市観光協会、
及びその支部と協議をいたしまして、打ち上げ費用の一部を教員会が負担をしております。内容と数ですが、トイレは100発、修善寺の温泉場で140発、5色の花火を打ち上げました。次に、打ち上げ費用の、一部に対する支出ですが、それぞれ5万円、計10万円を支出しております。それから最後、効果と、誰に対してですが、機運醸成ということを目的として、打ち上げ前にアナウンスもしております。こういったことで市民、観光客に、PR、機運醸成ができたと考えております。以上です。答弁漏れはございませんか。よろしいでしょうか。